Hi everyone, this is Imran from 英語英会話一日一言。Today we'll be looking at Q003. Okay? Q003 was 英語の勉強にハマっています。これは英語で何と言うでしょう？ちょっと考えてみてください。Okay, では答えです。答えは I'm into studying English. I'm into studying English. Okay? I'mInto studying English. これは英会話スクールとかで言うとポイントが高い表現なのでぜひ覚えてください。Okay? So I'm into. これは何々ハマってますとか何々夢中ですという時によく使う表現です。Okay? 必ず覚えておいてください。I'm into で動詞であれば ing をつけてください。例えば I'm into readingBusiness books. ビジネス書を読むのにハマっています。Okay? Or, I'm into reading self-help books. これ自己啓発書です。Self-help. 自己 help. 助ける、啓発。ちょっと違うんですけど、英語だと。助ける、自分を助ける本。Okay?I'm into reading self-help books と言ったりできます。なので動詞の場合は ing をつけてください。で、この後に名詞をつけるときはそのままで構いません。例えばヨガ。Okay? I'm into yoga. ヨガにハマってます。Okay? こういうふうに名詞の場合だとそのまま入れられます。Alright. ではもう一度発音やりましょう。I'm into studying English. I'm into studying English.Okay? もう一度行きましょう。I'm into studying English. ポイントは区切らないことです。Okay? 全部つなげて言いましょう。もう一度行きましょう。I'm into studying English. Okay? で、皆さんご自分でちゃんと発音できているかどうか不安だと思うんですけども、僕が言った、聞こえた通り、皆さんが聞こえた通りに発音している方が、カタカナ読みしていたりするよりも100倍いい発音になります。OK? なので、ご自分の発音が正しいかどうかというのはそれほど気にすることではなくて、僕が発音した通りに、皆さんが聞こえた通りに発音しようとしているかの方が重要です。OK? そして発音に関して言うと、アメリカ国内でも違います。イギリス国内でも全然違います。ロンドンとかの人は何言ってるかわかりますが、北の方に行くと僕でも何を言ってるかよくわからないことがあります。なので発音の何が正しいかというのは、そもそもないのでそれほど気にする必要はありません。ただ全部つながっていると綺麗な発音に聞こえるので全部くっつけて発音するようにしてください。Okay? ではもう一度いきましょう。I'm into studying English. I'm into studying English. Okay? All right.So I hope you watch the next one too. I'll see you. Bye.